はい、今回は、非常に真剣な話です。鬼滅の刃の映画が、数日前から YouTube 上で違法アップロードされてますね。それで、ね、消されても消されても、どんどん違法アップロードされてますね。これを見て思ったことは、さすがにふざけるなと思いました。なんでかというと、遅いんですよね。どういうことかというと、さすがにね、遅いんですよ。僕、映画でね、もう、鬼滅の刃をね、わざわざ見ちゃってるんですよね。お金払って。なので、今更出されたところで意味がないんですよ。もうわざわざね、お金払って、その映画館の場所まで行ってね、やっぱりね、結構腹立ちましたね。やっぱり、後で見れるんだったら、なんで最初見ちゃったんだろうと思いました。はい。僕のね、僕が行った時は特典とかね、やっぱ全部売り切れてる時だったんでね。やっぱりね、もうちょっと待っとけばよかったかなと思いますね。はい。なのでやっぱりね、このね、違法アップロードされてるんですけど、そのね、最初のね、その違法アップロードは23時間ぐらいで28万再生とか、かなり再生されてたんですけど、今となっては、もう一日で1000再生ぐらいなんですよ。なのでね、さすがに、遅すぎるだろうと。遅すぎるだろうと。さすがにね、腹立ちました。はい。なのでね、やるなら早くしなさいと、思いましたね。はい。もうそれだったらお金払う必要なかったのにって、そう思います。はい。なので今回の件はさすがにね、腹が立ちました。腹立ちましたね。はい。